長野県史跡に指定され、当時のままに残されている旧街道の麦街道は、古くから信濃と飛騨を結ぶ道路であった。現在では、道路位置は改変されながらも、松本市中心部から同市安曇名、川旅までは、国道158号が安曇名川旅から道、寄合渡るまでは、長野県道26号長和基礎線が安美寄合渡るから、高山市高根町までは、 長野県道、岐阜県道39号長野野麦高根線が高山市高根町から同市中心部までは国道361号が旧野麦街道の代替道路になっている。野麦峠周辺は積雪期には通行止めになる。現在では松本市と高山市を結ぶ道路は国道158号であり野麦峠を通らずに安房峠の下を通過する。 安房トンネルで県境を越えている。新州松本から野麦峠を越えて岐阜鉱山へ通じる街道で、かつては東日本と西日本を結ぶ重要な道路であり、日本海と新州を結ぶ交易路でもあった。野麦とは野麦峠付近に生い茂っている熊笹のことを指す。信濃と飛騨を結ぶルートは複数あり。 季節や時代による変動もあったので、確定的な野麦街道としての経路はないとも言える。また、江戸時代には、野麦街道とは呼ばれていなかった。これは、当時、街道と呼ばれたものは限られた、公街道だけだったからで、道の行き先を名称としていた慣習から、品野川からは、日田道と、日田川からは、善光寺道と呼ばれることが多かった。長野県庁村市の旗村。 新村の購入レバ名称は、日だ街道、道幅は2県、長和村の購入レバ名称は、日田王冠、道幅は8尺とされている。新婦陶器は、その本堂を、松本城下から木曽谷に入り、籔原から寄り合い渡るを通って、野麦峠を越えるルートとしており、参道として、松本から稲古木に達し、入山、角間、平、大野川、平湯、久手村、 八が、峠、足立を通過して鉱山に向かうルートを紹介している。現在の国道158号と同じく、安房峠を通るルートもあり、または木道もあった。なお、ここで言う本道は、道十31.5里、山道は25.5里、あずさ川周りののむぎ道は26.5里であった。現在では、松本から橋は、犬古木を経て、長は渡るに行き、 そこから黒川渡る、寄り合い渡る、川浦を通り野麦峠に達するのが、野麦街道の長野県側部分だと考えられている。江戸時代の中頃以降は、飛騨道はもっぱら、野麦峠を通るようになった。標高1672メートルの野麦峠は、野麦街道最大の難所で、冬は、積雪のため、峠を越えることが困難となり、 およそ10キロメートルの峠越えの旅程に着いたちを、追やしたほど、厳しい道のりであったため、江戸時代末期には峠に、お助け小屋と呼ばれる、避難所も設けられた。近代になってからは、飛騨地方から岡や、諏訪の製紙工場へ働きに出た女性が通った、街道として知られており、山本茂美の小説、ああ、野麦峠で有名になった。明治の富国強平時代。 軍備増強のために日本は、キートや絹織物を輸出して、大砲などの兵器や武器の原料を輸入するために、外貨を稼ぐ絹織物、キートの増産が必要であった。諏訪湖畔に作られた製紙工場では、現金収入に乏しく貧しい肥田の農村女性が多く働いていた。少女たちは、製紙工場の助行として、野麦街道を通ったのは、 年末年始と盆の二回の休暇に、親が待つ故郷に帰省するために往復したものであり、その時期に限られていた。年末の帰省と二月から三月頃に、日田から新州に戻る際に、行きも帰りも雪深く厳しい道のりであるために、野麦峠越えの途中で行き倒れる工女も少なく、なかった。野麦峠に置かれた石仏は、峠を越えることができなかった少女たちを祀ったもので、ある。 1934年に鉱山線が全通してからは、静止条行が野麦街道を通ることはなくなった。野麦峠にはそれらに関連した石踏みや資料館などがある。1848年8月に、日田上が上ほら口止め番書で記録された通行物資は、1から14日の間で21人の通行人が携えていたものであった。夏の通行しやすい時期でも、 この当時の通行量は多くなかった。1827年2月から6月の上ヶ原口止め番書の通行承認の身元調べでは、新州人46人、越中人36人、大野人10人である。高山、松本間の街道中に置かれた番書は、日田川に上ヶ原口止め番書、品野川に川浦、大白川、橋場の4箇所であった。この四番所は、 幕府領飛騨、尾張半領長和村、松本藩の三つの領分にわたっており、その領分境で、それぞれの掟を通そうとした。また、番書は五街道に置かれた関所に習ったもので、入り鉄砲に出女の政策を引き継ぎ女性の通過には、厳しかった。長和は、美州に属していたので、尾張藩から美州岡舟の観察を受けて、中馬の仕事をしていた。岡舟は、 中馬などのことを指し、馬を使って荷物運びをする運送業である。しかし、野麦の道は険しいために馬は使いにくく、玉ひずめ類で、傾斜地に強い牛がもっぱら用いられた。松本地方では、野麦峠を越えて鉱山からもたらされるブリを、日がぶりと呼び、年取り魚として重要視されたのである。元来、富山から鉱山まで運ばれたものなので、鉱山では、 越中ぶりと呼ばれていたものであった。飛騨地方で消費されるぶりを松本地方の商人が鉱山の市場で拝み倒すように分けてもらっていたが、やがて松本地方で消費されることを見越して越中で採れた段階で松本までぶりの鮮度が保たれるように、より多くの塩で漬けられるようになった。松本地方には越後から鮭も入っていたが、ぶりの方が特に珍重され、ぶり一尾で、 米一票に相当する値段であった。日田からのブリーの輸送は、1902年に、篠ノ井線が開通し、松本地方が鉄道でた地域と結ばれるまで続いた。概要の通り、江戸時代には、ルートは複数あり、脇道もあったが、明治時代になって、現在の国道158号長野県道、岐阜県道39号長野麦高根線国道361号に、 当たる道路が、野麦街道として整備された。この時に新設され、江戸時代とは異なるルートを取るようになった部分や、さらにその後の国道整備によって変更された部分も、多い。その一つが、橋場稲子機関の3 5トルである。この部分のあずさ川は、両岸が切り立った、岩石地帯と崩落地帯で、人馬の通行を許さないものだった。そのため、 野麦街道は、あずさ川右岸の梨平を通過していたが、この道は、牛馬も困難をきたすほどで、新馬車の通過は不可能であった。そこで、地元の安住村は、1903年に、あずさ川左岸に、4年がかりの苦難の末に道路を改作した。これにより、すでに白骨、大野川までの道路が完成していたので、奥地まで新馬車が通れるようになった。同様に、 橋場畑間でもあずさ川湾に道があったが、そこには鍵掛け山という元素があった。しかし、この部分の砂岸は平坦で大野のだという損落があるほどだった。そこであずさ川の冬の滑水器だけの冬橋を架けていた。橋は春の雪、通る水が出る前に取り外して保管し、冬になるとまた架けていたのである。陶器に使用されるこのルートを冬道と呼び、 鍵掛け山を越すルートを夏道と呼んだ。この大野田冬橋も1870年に新淵橋に取って代わられ、野麦街道もまた島々から大野田にかけては左岸を通り、新淵橋で右岸に渡り、松本に向かうようになった。道標などは各地にあるが、一部の遺跡を掲載する。長野県側のわさび沢付近から野麦峠までは旧野麦街道が、 当時のままに約1300メートルが残されており、1984年3月に長野県史跡として指定された。ただし、来訪者が歩きやすいように階段を作ったり、転落防止の柵を作るなどの改良がある。下草、熊笹の伐採などの手入れがされている。1841年に鉱山の飛田軍台により作られた遭難者救助の施設で、 十七が住み込んでいた。現在のお助け小屋は1978年に竣工したもの。1825年に長和村志望法の小屋、長島東西門は、野麦峠が難所であり毎年のように投資者あるを、憂いこれを救いたいと考え、峠の松本より2キロメートルほどのところに石像の避難小屋を作った。現在でも復元されて残っている。 松本市伊勢町と本町の分岐点の道路角に牛つなぎ石と呼ばれる石があり、荷を背負わせてきた牛をこの石につないだもので、ここが野麦街道の終着点であったとも言われる。しかし、この石はしがみのご神体であったとも考えられ、真偽は定かでない。ありがとうございます。